火星物語は文化放送のラジオ番組広い王子のマルチ天国の中で放送されたリスナー参加型ラジオドラマ。1994年4月から2000年3月までの5年間で全10シリーズが放送された。1998年からメディアミックスが行われ漫画火星物語5月の花嫁ゲーム火星物語小説火星物語 ロマンシアなど、多媒体に進出している。1970年代から1980年代にかけて火星探査機が打ち上げられ、火星が注目を受ける中、広井王子が火星を舞台とした小説のタイトルとして、火星物語を商標登録したことが起源である。広井は小説の準備を始めたものの忘れてしまい、1994年に、 広井王子のマルチ天国内のミニドラマの企画として突然思い出したとしている。広井は企画当初に生命は宇宙規模で輪廻転生を繰り返しており火星にたどり着く生命もあるかもしれないという世界観を抱いていた。その世界観がラジオドラマの根幹となり冒頭で語られる遥か遠い昔、これは人々が忘れてしまった。 記憶の物語というフレーズが生まれている。また、世界観が大規模であるがゆえにラジオドラマでは語りきれないと考え、漠然とではあるが当時から複数のメディアへ進出する構想を抱いていたと語っている。広い王子が台本を書き上げ、番組収録時に即興で録音するという形で放送された。リスナーのハガキをもとに台本を書くのが基本となっていたが、 開始当初はアイディアを募集する予定はなかったという。即興ゆえにアクシデントやアドリブも多く、諸事情により台本が薄い回には千葉と横山がアドリブでキャラクターやエピソードを追加することもあり、また脱線してフリートークを挟むことさえあった。ドラマはメインキャストとしてなどが登場し、他の脇役もすべて4人が務めた。また番組に ゲストがあった回では、ゲストもドラマに出演した。火星物語、ロマンシア3までの3作は、広い、千葉、横山の売れない劇団、マルチ天国一座が各地を興行するという、物語形式の CD にアレンジされて発売されている。ロマンシアと、ロマンシア2が2枚、ロマンシア3が1枚。また、火星があるオーディションのショーと、ドラマが収録された。 火星物語スペシャルコレクション96秋、キャラクターソングを収録した火星物語ソングコレクションも発売されている。1994年10月から1995年3月、火星歴5200年。もうすぐ12歳になる少年へは、偶然、カンガリアン王国のコアラップ王女に助けを求められる。子供時代との決別の旅として、相棒の ポチと旅立つことを決意する。1995年4月から11月火星歴988年。クエス姫は風使いに憧れていた。父である王の死を機に王宮から追放されてしまい、風使いとなるためにサスケと共に風の渓谷へ旅立つ。風の渓谷デモンの審判を受けたクエスは気を失い、目が覚めると別世界で白き風使いの戦士となっていた。 1995年11月から1996年4月アンサーの時代から時を経た未来舞台は過度に機械化、ネットワーク社会化しすぎた火星。風は伝説にのみ残る存在になっていた。訪れたデパートの遊園地で風に遭遇したホボスは風使いとしてハーネスに追い回されることとなる。 1996年4月から10月1996年11月から1997年6月町を出ることを決めたクエスは銀が中央線に乗り込むが車内でサスケの視線を不快に感じていた途中駅で一時下車したクエスを自分を不快に思って逃げ出したと勘違いしたサスケが弁解するために追いホームでぶつかって電車に乗り損ねてしまう ホームで佇む二人の下に S と名乗る少女が現れる。1997年6月から11月1997年12月から1998年7月シリーズで唯一の地球での物語。舞台は火星にわたる以前の20世紀ヨーロッパのへそと言われたレッドライン王国。主人公カナンは謎の組織 NOA のアッテグックの陰謀のために 彼女が持つ特殊な能力を利用されてしまう。シリーズ随一の難解な作品であった。なお、外部リンクにも挙げたマルテンドットコムにおいて、唯一あらすじが掲載されている。1998年7月から1999年1月、火星に人が渡って間もない頃の物語で、イカやタコの姿をした、火星人と人間が共存している世界という設定の、 西部劇風作品。シリーズ随一のコメディタッチな作品となっている。1999年2月から9月、ララ王家の第一王位継承者であるサタナエル、第二王位継承者のスピリト。この二人の主人公の物語。教会や軍など権力をめぐる様々な人間模様が描かれた。サタナエルとスピリトの怪しい関係が描かれる、BL 風作品。 サブタイトルは、リスナー投稿の二つを掛け合わせたものだが、ヒロイは、風時の歌をイメージしたと説明している。1999年9月から2000年4月、火星物語5月の花嫁は、月刊ファミツーブロス1998年3月号から1999年4月号まで、連載された漫画作品。ヒロイ王子原作、ムツキツトム作画で、単行本。 全日間。パーン国は国王の死後、後継者をめぐって邪悪な陰謀の中にあった。自由を望むクエス姫であったが、新衛隊長シルバーンから自らに課せられた使命に、気づかされ国と国民を守る決意をする。そんな中、リビドウ王国が侵攻を開始する。風使いサスケは、クエスと国を守るため、十二諸侯の名役により、禁じられた風を使ってしまう。 それがきっかけとなり、パーンは他の十二諸公から攻められることとなる。リピドーとの交戦の最中、サスケはマジョラとティップに単身勝負を挑むが、窮地に陥り、クエスに助けられる。結果、パーンは敵の手に落ちることになる。国を落ち延びたクエスとサスケは、風使いタイガーを訪ねて、リピドーへ向かう。しかしタイガーは過去に、 当時パーン王に仕えた魔女らとティップに風を封じられていた。その後、タイガーは劣悪な環境下での鉱山労働を強いる、所長を殺害し自らも自殺してしまうが、その結果として他の候補らの不満が爆発。クエスと共に新しい国の基盤を築くこととなる。一方、パーンでは、リピド王の休止を受け、アショカの傭兵であったランデが権力を掌握。 魔女にも風使いにも頼らない力で、パーンの地を守ることになる。火星物語は、1998年10月22日に、アスキーから発売された、プレイステーション用ロールプレイングゲーム。通常版のほか、10代付録ボックス使用限定版が発売された。限定版の中身は、主要5キャラのフィギュア、ジオラマセット、クエスのピアス、黒パン柄ハンカチ、 ポチの顔柄名刺入れ、コロコロスタンプ。ストーリーは、ラジオドラマ、火星物語の3作目、ロマンシア3をベースとしており、1作目、ロマンシア、2作目、ロマンシア2のストーリーを絡めて進行していく。ただし、時代設定は、原作ラジオドラマと異なり、ロマンシア、ロマンシア2、ロマンシア3の順である。キャラクターデザインは水玉経営の上で、 ゲーム中のナレーションは、広い王子が担当。声優として、赤、堀里や伊集院光などの著名人が、特別出演、友情出演という形で参加していることが特徴。基本的な RPG の提示を成しているが、以下の点で、他の RPG と大きく異なるところがある。アロマに住む少年 A は、もうすぐ12歳の誕生日を迎える。12歳になると、 命名の儀を受け、名前と職業を与えられるが、アロマの村長はネーミングセンスが悪い。このままでは変な名前を付けられてしまうと考えた少年 A と少年 B はカンガリアンで命名の儀を受けようと計画を練っていた。そのための移動手段として少年 A が戦車を制作することになっていたが、ゲーム中では各話の冒頭でその回に出演する声優名が表示される。 また、柿以外にも、数多くの人物が登場している。プレイヤーキャラクター7色の風召喚魔法の風は、虹の色と同様に7色ある。その他主にストーリーに絡んだ人物を記載する。父親役に、千葉茂母親役に、横山千佐を起用して、縦笛編、尻り取り編、記念撮影編、親父ギャグ編の4編が放送された。和尚 CD、火星物語、 ロマンシアは、1998年11月4日に、ファミ通文庫から発行されたライトノベル作品。広用事著、水玉経営の情画で、50話のショートストーリー形式で構成されている。ラジオドラマ、火星物語、ロマンシア同様、アンサーが、ポチと共にコアラップ王女を助ける旅に出る。ありがとうございます。